はい、こんにちは、ライムです。今回の動画ではこちらの月の正木カップですね、コロシアム外伝、こちらに挑んでいきたいと思います。ですね、今ウィークリーマセキクエとかあって、それとはまあ別にコロシアム外伝ではまあ月のマセキカップを配っていくという方向なんでしょうけど、今回ね、いつもだいたいクエストの中身は1個だけだったんですけど、今回から3クエストになってますね。月のマセキと、あとほうきの召使い、それからマジックミラーと3つ配られる、分かれてて3つずつ、ん？ 3 つずつ1つずつもらえるようになっているので、まあありがたいですよね。で、あと、ささやかなジュエルがもらえると。はい。ということで、こちらを、まあ、いつもの条件ですね。僕の動画でいつもというと、あれですよ。皆さん、まあ、分かってる通りの、カイリ 0.2 なし、それからバーストなし。でも、今回バーストはね、ここの最初だけ使わせてほしいんですよ。ダメージ目的じゃないんですけど、はい。ダメージ目的じゃないので、まあいいかなというところで、はい。ちょっとここだけ使いますけど、ね、基本的にはバーストなし。で、それからですね、復刻メダルのみかな。うん。まだ一度も復刻してないメダルに関しては一切使わない編成ですね。それから、なるべくもう何回も復刻されてるメダルだけかなっていうところと、あとは EX メダルももちろんなし、それからハイスコアメダルももちろんなしという条件で、クリアしていきたいと思います。今回はね、ウィークリーマセキクエよりはだいぶ楽かなという感じでしたね。ただちょっとね、無課金編成で一番きついのは、このチャレンジの全部で3ターン以内クリア。ターン制限が設けられてるクエストってかなりきついんですよね。結局、火力メダルに乏しいとこがあるので、そこがね、工夫ですよ。KUFU、工夫ですよ、工夫。工夫を凝らしてやっていくと。いうところで、まず最初の1番からやっていきます。これですよこれはもうハデスカップとかとね、あんま変わり映えは しないっちゃしないんだけど、やっぱね、もう大体やっぱ耐久メダルっていうのは固定されてされつつある、僕の中では少なくとも、これなんですよ。とりあえずこれ前回のハデスカップでも結構活躍しましたけど、波根ね、この緑の波根、これただの、限定でも何でもない普通のギルトさんのメダルなので、はい、これはでも一応ガチャでしか出ないんですけど、昔からやってる人だったら絶対持ってると思うので、はい、無課金の方でもね。で、これですね、これを1枚目にセットしておいて、まあ、どういうことかはクエストやりながら説明しますけど、でとりあえず2枚目にゲージ回復役としての、イラスト返り2を入れてます。覚醒は別になくても大丈夫です。で、返りイラストバージョンですね。はい、返り 0.2 がいないのでその代わりというところになっています。覚醒も別になくても大丈夫と。必要なスキルも特にないかな。必要なのはこの最後に入れてる波根のXL は必要で、これ追撃ついてますけど、追撃は別にいらないので使いません。もちろん使いません、追撃は。ただ普通にペチだけできます。で、ここが重要なんですけど、ネクね、これは重要。これがですね、リセット、敵の、バフとかをリセットしつつ、攻撃をアップすると、自分の攻撃バフをつけていくというところで、ネクは必須かな。ネクじゃなくてもイラストベルエンビーストとかの方が性能は上です。なのでそっちで代用はできますと。はい、こんな感じでいきます。まあ本当に無課金貫いてる方もいるのでね、まあこれでも全然勝てます。で、一応もう一回チャレンジ確認しますけど、3ターン以内でクリアとなっているので、はい、3ターン以内でクリアしないと失敗ということで、もう僕一度クリアしちゃってるんですけど、3体以内でクリアできなかったら、まあ、リタイアというところですね。はい。で、こんな感じなんですよ、敵の構成は今回。まず左に、まあ、バリアマスターというか、ブックマジシャンだっけ名前。こいつがいるんですよ。で、最初カウントが1なので、カウントの1が終わると、0になるとですね、敵の方に防御バフと属性防御バフがめちゃめちゃつくので、ここでバースト。初手バーストですね。はい、これダメージは別に全然なくてもいいんで、バーストレベル1でいいんで、ただこれを先に発動させたいっていうだけ
で、ここで緑の波目を発動してコピーすると、これでもう安全ですね。で、帰りを適当なやつに当てて、で、ここで敵に今防御バフいっぱいついてますけど、これをネクで解除してあげる。はい、どっちしろバースト打っても回復されちゃうんで、まあ、関係ないよね結局どっちにしろ。で、ナミネです。あんたが憎くてたまらない。で、これペチでいきます、追撃分は。はい、あんたが憎くてたまらない。あ、倒せたね。これ倒せたってことは逆にあのナミネ必要ないじゃん。一旦で倒せちゃった、一旦で倒せちゃったから緑のナミネは特に必要ないですね。逆になんかイラスト界にもう一枚積んであげても別にいいかもしれない。そっちの方が早く終わるかな。うん。だから逆に言うと、ナミネが XL じゃなくても大丈夫だったりするかな。はい。ナミネいなかったね。今の感じ。一応保険で連れてきましたけど、あれ、一応ナミネは、こっちにも防御バフつくんで、最悪2ターン目、3ターン目になった時でも、攻撃を完全にガードしてくれるという役割です。はい。ということで、2番目、キャプテンアバリシャス。こいつがね、ですね、普通のレイドボスで出てくるやつですけど、耐久力がね、高い。レイドボスだけあって。うん。というわけで、ちょっとね、火力編成ですよね。攻撃を耐えつつ、敵の攻撃を耐えつつ、自分の火力も上げつつ、みたいなイメージで、こんな感じで組みました。ポイントはですね、まず、キャプテンアバリシャスの攻撃をまず耐えなくちゃならない。これ5ターン以内なので、要は4回攻撃を耐える必要があるというところで、バフですね。属性防御バフと防御バフの、この間のユニクロのマルチでもらえたハイネエンピンツエンオレット、これですね、あの僕の動画でも結構何回も言ってますけど、これ追撃作りましたか皆さん。追撃、これもただでもらえるメダルなのに、あのこれ追撃つくだけでめちゃめちゃ強くなるんで、まあ、追撃はマジでつけてくださいと、まあ、言ったとは思うんですけど、はい、これはねもう追撃これ前提でまあこのデッキ組んでますけど、これさ本当にハイナイビンツエンオレットをあのうっかり作んなかったよって人も、あの今やってるプーいますよね、プーティガーラビット、あっちで多分代用できると思う。あれ、プーティガーラビットってあれ属性なんだ、マジックじゃないのかあいつら、あれあいつらマジックじゃないの、パワーか、パワーなのか、あ、パワーなんだね。うん、このプーティガーラビット、こちらも僕追撃作りましたけど、はい、皆さんも追撃は絶対作ってください。これはもう何回でも言いますけど、特に無課金の方は絶対追撃作ってください。まだ期間は1週間以上あるので、はい。パテメント協力してもらうなり、ノラで行くなりしても、これはマジで絶対作ってくださいね。はい。これから僕普通にこれ追撃のやつ、これ無課金でもちろん手に入るメダルなので、使うときは全然使うと思うので、もちろんこれあえて追撃も何もないバージョンのやつも作りましたけど、今回の場合だとね、追撃ないとね、ちょっとガードスキル頼りになるかなっていう印象でしたね。キャプテンアバリシャスと、あと、その次の魔石クエもね。うん。ということで、はい。とりあえずこの、今回はこちらも追撃でいきますけど、うん。で、スキルがアビゼロかな？重いんですよ。追撃つくと消費ゲージ8になっちゃうので、さすがに8はきついなと思ってアビゼロつけてます。その代わり他にこのイラカイリ2とかガード XL とかですね、どっちのイラカイリにもガード XL とかつけて他で補ってる感じです。まあキャプテンアバリシャスならあの1ターン目を普通にラストリーブとかで耐えてもらえれば2ターン目以降は絶対負けないんで、バフが追撃分で4段階まで上がるので、うん、で5枚目は先ほどと同じナミネ HD ですね。はい、こちらの編成でいきたいと思います。んー、だからラストリーブさえあればガードスキルは今回必要ないかな、とりあえずは確か。で、パートナーはですね、先ほどはそういえばロクサスとか言わなかったですけど、今回は、敵がスピードなのでセフィロスを借りていきましょう。
で見ての通り HP めちゃめちゃ多いんですね。プラス224本と244本、はい、とりあえずもう、うん、アビリティぶっ破していくだけなんですけど、5ターン以内にこの HP を削れる、デッキにしないとダメというところがポイントですね。もうこの5枠目のナミネとパートナーのセフィロスだけで削っていくというところですね。全ては私となるのだ。これ一旦で今60ぐらい削れたので、まあ勝てるとは思うんだけど。耐えました耐えました。ラストリーブがあるのでガードエクセルを発動しなくても大丈夫で、2ターン目以降はもう大丈夫、絶対死なない。あのガードスキルなくてもラストリーブがなくても負けないので大丈夫ですね。もう4段階まで上がれば。全ては私となるのだ。全ては私となるの、はい、2ターンで HP 半分まで削れたんで、うん、ダメージもしょぼいですね。今 XL 発動して300ぐらいだったので、XL がなかった場合は2400くらいか、ダメージ全然余裕です。やっぱ追撃が強いわ、あの3人組に2ターン持続するってところもポイントですからね。私となるのだ。次のターンうまくスキルが発動すれば勝てるかな。あれあれ、ちょっと待って、死んだよえ、ちょっと待って、死んだよ。なぜなぜ、もしかしてキャプテンアバリシャスの攻撃自体によく見、よくよく見るとさっき今デバフ、あ、バフが2段階になってたね。キャプテンアバリシャスの攻撃にデバフがついてるかもしんない。2段階デバフついてるかもしんない。あーやばいな。そう考えるとラストリーブとガードスキルは必要だね、必須だね。うん、少なくともまあラストリーブはどっちにしろ必須、1ターン目は耐えるのに必要だと思いますけど、 HP 下がるとデバフ攻撃もやってくるんだね。これは知ら、あ、今何気なしに追撃打っちゃった。ただここでまだ4ターンなので大丈夫なはず。あー、これあれだ、キャプテンアバリシャスデバフつくときとつかないときがあるんだ。あのなんか右手の大砲で打つ攻撃にもしかしたらデバフがついてるのかもしれないな。剣の攻撃は確かに耐えるわ。これ5ターン目ですよね。全ては私となるの。はい、終わり。5ターン以内。今、チャレンジ内容、はい、5ターン以内ですね。OK。と、まあ、こんな感じです。ちょっと、右の大砲攻撃だけは注意したいところですね。はい。ガード XL とラストリーブはあった方が、まあ、どっちにしろ次でも使うんで、つけてください。ガード XL とラストリーブに関しては。それでは最後ですね。最後、オーガ。これ全部で3体以内でクリアとなっているので、うん。編成としてはね、若干これをただちょっと変えただけ。これ。これ。何が変わったかわかりますかね。この、こちらの3枚、あ、4枠目に入れてるカイリを、ウィズダムホームにしただけ。で、これウィズダムに関しては、ステボーだったりとか、あとね、地上エネミー防御マイナス 60% とかついてるんですけど、これ別になくても多分大丈夫。というのも、これ僕のウィズダムってこれ、見ればわかる通り、アビエチェンアタ L100%、アタ L なので、あの、ちょっと火力、仮に足りないなと思った時は、XL にしてもらえばただ十分なので、それだけで全然火力一生ぐらいになるとは思うので、で、これでやった時もね、まだ、メダルに余裕があったので、大丈夫だと思う。覚醒とかステボに関しては、うん、関係ないとは思うので、とりあえずこれでいきますけど、
で、これね、あのオーガなので、敵がオーガで、あのパワー属性だから、じゃあシオンで、シオン EX 借りていけばいいんじゃねえと思いがちなんですけど、シオン EX ではなくセフィロス、全ては私となるのを借りていきましょう。これシオン EX だとね、ダメだった、セフィロスだね。まあ理由はちゃんとあるんですけど、オーガだけじゃないんですよね、出てくる敵が。こんな感じで、猫、これね、ミセス・インソレントの取り巻きの猫なんですけど、なんか今回オーガが主人になってるんですよね。どこ行ったミセス・インソレントって感じなんですけど、でこれのね、猫がちょっと厄介で、猫を倒すのにセフィロス EX の方が都合がいい、よかった。でこれ、あの反対攻撃は全てオーガに当ててってください。カウントがあるので、カウントがあるとね、右の猫が HP 回復してきて、で左の猫が麻痺攻撃かな、確か。なので右の猫をね、先に倒していきたい。全ては私となるのだ。3ターン以内っていう制限があるので、でここもちょっとポイントがありまして、あのガード XL が発動しないと初ターンは死にます。ガード XL もしくはラストリーブか、うん、これもこちらもさっきのキャプテンアバリシャスと一緒で、1ターン目はガードスキルかラストリーブで耐える必要があると。ちょっとバフが足らないのでね、1ターン目はどうしても2段階までしか上がってないので、ここからはもうガードスキルとか関係ないですけど、最初だけね注意です。私が戦う約束だよ。全ては私となる、はい、これでオーガがまず死んで、であと残りの猫なんですけど、全ては私となる。これで右のやつもいなくなった。余裕ですね。あとはもうこれ3ターン目なんですけど、あとアビリティぶっ破していくだけで勝てます。今度は私が戦う約束だよ。全ては私となるの、はい、欲しい、マイト。ということでまだ余裕があるんですよ。これ追撃ついてるんであれですけど、パートナーメダルの分がまだ残ってるんで余裕ありますよね、ダメージ的には。なのでウィズダブのステーボとか、地上エネミー防御に関しては関係特にありません。はい、足りないと思ったならば、あのアタックエクセルとかつけてもらえればおそらくいけると思いますので、うん、というような感じかな。月の魔石カップこんな感じです。うん、ウィークリーマスキックエよりはだいぶ、あっちはねちょっと時間が僕のやり方があれだったけど、時間かかりすぎたのもあって、すごく今回あっさりして逆に助かりました。僕が助かった僕が助かりましたね。はい、ということで、まあウィークリーということなので、月の魔石カップはまあ2週に1度ぐらいだとは思うんですけど、ウィークリーというだけあって、来週の月曜またあると思うので、そちらの動画も、まあ攻略動画も、まあ、随時撮っていきたいなと思いますので、はい、またまあ、苦戦したら、そういえばライムがこんな無課金向けにこんな動画撮ってたなと思って、はい、頭の片隅に置いといてください。僕は大体撮ります大体撮ってます。皆さんのお役に立てるよう日夜頑張っていますとも。はい、というところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。個人的な、攻略方法とか、どうしても勝てないから教えてほしいという場合には、ツイッターの方まで僕に聞いてくれれば答えられるかもしれないので、はい、アカウントは下の概要欄に貼っておきますので、そちらもよろしくお願いします。ということで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。